どうもテラムスです。今日は腕前が最も上がりやすいと噂の必戦ヒュー使っていこうと思います。視聴者さんからコメントで使ったら X いけました、 A 体ですがこの武器しか使いたくないですってメッセージがかなり来てて、本当は動画にする予定なかったんですけど今撮影してます。この武器マジで強いから秘密にしておきたかったんですよ、強さを。だから動画にする予定はなかったんですけど、もう結構必戦の強さに気づいてる人がいたから、まあ動画にしようかなと思って。やばい、味方のドリンクも取りたい。あー閉店しちゃった、惜しい。で、必戦ヒューがなんで強いかというとドリンクですね。スプラトゥーン今の環境ドリンクが本当に強くて、いろんな武器が弱体化とかなんだかんだあって今ドリンクが相当強いスペシャルなんですよ。で、一戦ヒューって元から炭酸強いしメインも強かったから、それにドリンクも強くなっちゃってもう完璧したみたいな。ドリンク武器だとザップとかも強いんですけど、必戦のがヒルはしやすいから、まあその分塗りはできないんですけど、ザップほど。あと必戦は個人的には結構使いやすいから、エイムがあんまりいらない武器なんで判定が大きいから、それも相まってやばい。 OK、 シャプマ対面絶対勝てる、この武器だったら。必戦打ち合いガチで強すぎる。チャージャーもやりたい。わっ、うまっ、抜いてくるか。スコープだから抜けないと思ったけどやるな。よし、まだ攻めは続く。こっちドリンク2枚だからえぐいぞ。攻めが終わらない、ナイス、ありがとう。ドリンク俺もたまりそう。オッケー、ノックアウト狙いたいね、ここまで来たら。よし、みんなおかわりの時間だ。これでもう一暴れ。リッターが厄介だな、ずっと櫓見てくる。どうもー、あぶねー、これやれそうじゃね。え、ナイス、ドリンク。ザップ一戦のドリンクコンビやばいな、一生ドリンクなんだけど。ドリンク発動で、で俺もう一回ドリンク置けるから、相手地獄だろ、何千キルしても終わらないんだが、こっちの攻めが。みんな行くぞ、あとは前で時間稼ぎで。いけるか、ナイス、えぐすぎだろドリンク。チャージャーに対して強すぎる、どんだけ抜かれても復活が早いから攻めが終わらない。ナンプラーのガチャコバトル、ギア構成はこんな感じで、カムバックスペゾーかなりおすすめです。カムバックが特に強くて、ドリンク飲んでると必然的にやられることが多いから、やられた後にカムバ発動でドリンクすぐ貯めれるのがめっちゃ強い。待って、この部屋すごいな。鉛筆鉛筆なんだけど。鉛筆二人いることなんてある？絶対ドリンク強いから流行ってるような、鉛筆。鉛筆二枚とか初めてだ。あ、マジか。今のギリギリやれないか。これやらかしたな。ドリンクも置けてないから。初動はなるべくドリンク置きたいんだよな。ドリンク置かないでやられるのがもったいなすぎる。で、カムバックの効果で炭酸ボーンいっぱい投げてドリンクがもう溜まると。関門突破してくれてんのナイスすぎる。ナイス、ありがとう。ドリンク発動、ちゃんとリードされちゃってるけど、59だったら全然なんともない。あー気持ちよ、一戦メイン強っ。
マジで射程内に入れてしまえばバシャバシャで何でも倒せる。冷静にドリンクだからって適当に突っ込んだらやられるだけだから。あれちょっとやばいか、やばい。30以上はいかれたくない。だいぶいったね、だいぶ。12か。まあ、頑張ろう、こっから。飛んできてそう。よかった、今一応、一応撃っといて。飛んでくるとしたらそこら辺だったから、一応撃っといた。ドリンク置いて、連続キル入れたいわ。外定必戦9じゃなくて、必戦か。珍しいね。最近必戦9ばっかだから。でもガチョコは、普通の必戦も強いよな。出っ歯が、うまい鉛筆。えぐい今の。相手の人王冠もついてるし、マジでうまい人だな。警戒しないと。鉛筆って正直、ちょっと舐めちゃうとこあるじゃん。苦手だし。だけどうまいと、絶対2発当ててくるから、しっかり警戒する。いや、守り勝てー。鉛筆とジェッパの守りが。ナイス、でかい。あと、矛だけだ。これ絶対やられないようにしよう。こういうの雑にやろうとすると、相打ち取られるから。ナイス、うますぎ。持ち任せるね。カバーする。ナイス。12か。12ってしんどいな。ゴリ押しでいけるカウントじゃないから。連続キル取らないと。いや、大丈夫。味方がやられてるときは、生存する。そして、ドリンク。復活した味方にすぐ、飲ませていく。働くんだ。みんなで勝とう。待って、これ倒したけどさ、逆にここで倒したことによって矛持てないみたいな。え、俺やらかしたか、これ。待って、あんま考えてなかった。やべえか。ナイス、でかい。オッケー。持つわ。ここ頑張りたい。焦んな焦んな、ゴリ押しでいけるカウントじゃないから。ナイス、強い。いや、冷静でいい。ナイス、でかい。マジそれ 0.1 ミリから来た。え、でもいけそう、いけそう。見たくない方向、正直怖い。ナイスリード、ナイス、ガチでかめ。ナイスナイスナイス、これナイス押しちゃう。貯めときます。皆さん味方やられてるけど任せてほしい。これカモ押して飲め。みんな働くんだ。よし、このドリンクで前で時間稼いだら勝てそうだよ。飛ばしたい。やったやったやった。やべ、強すぎるこの武器。バシャ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 バ。ナイス、熱すぎる。てか危ねえな、カウント1で勝ったって。マジギリギリだったんだな。あ、かわいい。あナイス、ありがとう。突然なんですが皆さん、この武器の名前なんて言うでしょうか。てってってって、ワン、ツー、スリー。正解は必戦9です。3から始めた人はえってびっくりしてると思うんですけど、昔の必戦って緑だったんですよ。だけどスプラトゥーン3になってなぜか突然変異を遂げて青色になったんですけど、緑の必戦、懐かしすぎる。当時は緑の悪魔とか呼ばれてたけど、もう色が変わっちゃったから呼ばれなくなったのが、めっちゃ懐かしい。今、青色のイメージ強いわ、なんなら。緑のイメージが、消えつつある。怖すぎ。ちなみに、この武器はウルトラハンコにめちゃくちゃ弱いです。やれなすぎて、びっくりする。普通の武器だったら倒せるところ、連射スピードが遅いから本当に倒しづらい。だからハンコが来たら逃げるしかない。
まあ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 。バチャバチャ。中央の必殺めっちゃ強い。オッケーオッケー。相手の射程長いな。てか、こっちの射程が全体的に短すぎて、相手が長く感じる。マリーバとドライブが、めっちゃ長いわ。こっちの遠征短すぎる。ボールとカーボン必殺はやばい。短い三種の神器が揃ってる。いや、ドライブが、長すぎ。いや、きついな、この試合。カウント、そんな進まれてないけど、結構やってる感じしんどいわ。長すぎる。オッケーオッケー、これ関門突破されなかったの。でかすぎ。ハンコは逃げる。ハンコ倒せないから。ナイス、でかい。ナイス、うまい、ウルショ。みんなご褒美の時間だ。コードリンクで頑張ろう。気持ちいい。できれば関門突破したいな。ナイス。な、強っ。キルしてくれてる。これドリンクもうたまるわ。ガチョウコの爆発でたまってくれた。これいけるんじゃね。なんか今歪んだぞ。え、いけた。え、ナイス。何が起きた今。なんか6まで進んだ。でかすぎる。え、でも油断すんな。あぶねえよ。一旦深呼吸、一旦深呼吸。冷静に冷静に。6だしとか油断してたら、負ける、こういう試合。マニーバとドライブに無双されて負けるとか全然あると思うから、編成的に。油断しない。ナイス。ドリンク、いける。てか、ナンプラーの一戦強いな。中央取って、バシャバシャしてるだけで、かなり強い。やれないか。やばすぎる。これでドリンク発動、えぐ。カニ、やべえな、今の持ってけるの。リスクなしなのがやばいわ。やれたらラッキーだし、やれなくても復活早いからデメリットないから、それがえぐい。ナイス、強い。相手焦ってるんじゃない？残り1分だし。俺はここの王様になる。中央一生いとくわ。飲みなさい。流れめっちゃいい。ずっと中央を取ってドリンクでこっち攻めれてる。飛んでもう攻めない。こっちから相手からしたら矛持つしかないから、こっちから矛持たない。持ってやられるのが一番負け筋だから、あとは守る。いや、えぐ、そのハサミ。待って、やばいか。ここ止めれる？ナイス。あと二人だけ。ありがとう！トゥーって何？いやー、この試合、6カウントまで進んだのが、でかすぎた。あそこ、謎に一気にカウント進んだよな。ナイス。湯の花のガチョコバトル。さっき外行ったら、セミがミンミン鳴いてたわ。8月じゃないのにセミってもういるんだね。いや、セミ怖いです。アップデートの人がに窓にセミくっつかれたらガチで終わる。セミの声マジで入るからね、マイクに。ティラミスとセミのダブル実況、セミスが爆誕する恐れがあるんで、僕はセミが増える時期がちょっと恐ろしいです。まあでも夏はアイスがうまいから、そこはいい。そこだけは。暑いのは苦手。待って、なんかいる。ボールド紛れてた。今日めっちゃボールドと当たる。ガチョコだと結構いるよね、ボールド。ゾンビ積んでとにかく矛持つみたいな。待って、とにかく行ったそばからちょっと待って、矛持ってるって。相手ゾンビボールドだったから、一生矛持ってきそう。
油断してると負けるんだよな、ホコ持ちまくるみたいな立ち回り。こっそり抜けられたりするから怖いから持つ。これ放置してるとボールドが盗みに来るから。関門まで行きたいけど、へっ、弾出てないんかい。ただこのエナスターはめっちゃお得な気分、味方キルしてくれてるし。オッケー、エナスター強っ。やられたけどもう攻めれる。ドリンク溜まる。ドリンクを一刻も早く飲ませてあげたい。水分補給大事や、熱中症になる。危ねえ。相手なかなか守りが硬い。ここ来れそうじゃね、強い。今の判定でかすぎる。ドリンク置いて持ちます。やばい、本社めっちゃ働いてる。てかヒルしてホコ持ってるのをちょっと褒めてほしい。正直正直ちょっと褒め称えたい。これはこの試合負けたとしても小学校だったら努力賞もらえる、それぐらいの努力で。ここに炭酸投げたら相手止めにくいっしょ。ここも炭酸強い。でけえ28。カウントあんまり進んでなかったから、ここの28は大きすぎる。ドリンクためちゃう。ガヒステンってちゃんと使う前は普通の前線武器だと思ってたけど、割と塗る立ち回りも強い。結構前行くっちゃ行くけど、炭酸投げてドリンク貯めてサポートでも全然強い。一戦立ち回り無限だよな。製造積んで塗って味方のサポートでも強いし、ゾンビ積んでガンガン前打ち合いもいけるから、本当にいろんな立ち回りができる。ドリンク溜まるよー、どうぞ。うわ、今前に投げてあげたかったな。ここの位置は後ろすぎる。ナイス。やべ、当たんね、マジか。ごめん、今頑張りすぎた。待って、これドリンクの効果切れる前に対面したい。いや、相手丁寧、ちゃんと引いて打ってきた。まあでもこれはこれで相手引いてくれたから時間稼ぎができたというか、ドリンク別にキル取んなくても時間稼げれば問題ないから。なんならドリンク溜まるしノックアウト狙えるか。いや、後ろいるっぽいな。するマジですごい。すんごいね、顔が伸びてた今横に。うわ、マジか。ポップソナー綺麗に踏んじゃった。復活早っ。残り40秒か。危ない。炭酸モード入るわ。もう前出なくても OK。 炭酸サポートモード、フワットの人がかなり前は行ってくれるから、前行くの任せちゃう。どうぞ。これも一回ドリンクだから前行っちゃおうかな。ステッパー。 OK、 ナイス。綺麗に勝てたな、めっちゃ。という感じで今日必戦ヒュー使ってったわけなんですけど、この武器やばいね。使いやすいし、何でもできる。塗りもできるし、ドリンクで前出てキルもできるから、すごい万能な武器。必戦ヒュー、これは時代来てるわ。と思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ではね、次回の動画で会いましょう。またね。